はい、今回も早速始めていきたいと思います。で、今回は Google コラボラトリーと BlueCat で始める量子コンピュータープログラミング03ということで重ね合わせを勉強してみたいと思います。で、前回はですね、1量子ビットの計算と2量子ビットを見ました。で、今回はですね、重ね合わせという量子コンピュータ特有の計算を見てみたいと思います。前回のおさらいはこちらにありますので、YouTube のコメント欄から、キータを見て、この辺のリンクを使って、前のを見直してみてください。で、今回もですね、Google コラボリンクといって、Google コラボラトリーを簡単に使えるリンクを用意しましたので、こちらを押していただくと、リンクを介して、直接ですね、自分の Google アカウントの方に、こういったプログラミングのコードがもうその状態で出てきます。早速やってみたいと思います。まずインストールですけど、毎回 Google コラボでは毎回インストールが必要ですので PIP インストール BlueCat というのを行います。で、ここでは押すだけで OK なので押してみます。で、はいはい、で、ここは初期ですね、接続中にならないとダメですね。で、インストールがスタートして準備整えば、よいしょ。OK です。これでインストールができました。で、早速やってみたいと思います。で、今回の重ね合わせ回路は非常に簡単で、まず読み込みます。from BlueCat import circuit。で、これはまあおまじないみたいなもので毎回書きます。次にですね、サーキット初期化して、H、今回は H を0番目にかけて測定をして100回計算をしています。こちらの H っていうのはアダマールゲートと呼ばれるゲートで0と1の重ね合わせを作るための回路で、量子コンピューターの非常に特徴的なゲートの一つです。これを実行すると0、46回、1、54回というように0と1が約半分半分出てきました。で、この答えはですね、実は毎回毎回計算すると違っていて、約 50% ずつ実行するためにちょっとずつ変わっていくということで、約 50% で、本当は 50% ぴったり出たいんですけど、まあいろんな理由で半々でなんとなく毎回 50% 近くと思います。じゃあ早速これも確認してみましょう。この回路の矢印を押してみると0が53回、1が47回、例えばもう一回押してみると0が47回、1が53回っていうふうに54回、46回、毎回回が異なります。で、これで合ってます。で、これは0と1が半分半分で重なっているので重ね合わせというふうに呼んでいます。で、ですね、これを確認する場合には私たちのコンピューターにはシミュレーターと呼ばれるものが入っているので、それを数学で確認することができます。状態ベクトルを作ってみるといいんですけど、状態ベクトルはサーキットアダマールゲート0で、今までは測定を入れての測定を外して、で、ショットも全部外します。これをやるとこういうふうになります。これは確率振幅と呼ばれるもので、絶対値の2乗が確率になります。0.707×0.707 という約 0.5 なので、0.5 と 0.5 の確率で、この数字とこの数字が出ますよということになります。じゃあ、ここの位置なんですけど、1量子ビットの場合には左側が0が出る確率、右側が1が出る確率なので、0が 0.707×0.707、つまり0が 50%、1が 50% ずつ出ますよという数学的な意味を持ちます。で、これも確認してみたいと思います。ですね、これはちょっと順番が違う。ここですね。はい。そうすると、0.707、0.707。量子コンピューターの場合、不思議なのはですね、これですね。マイナス状態っていうのもあります。で、同じアダマールゲートの0をかけた場合に、これにですね、Z の0っていうのをかけています。そうすると、0.707、こっちはマイナス 0.707 っていうふうにマイナスがついています。実際にこの回路を計算してみると、実はやっぱり0と1が半々ずつ出る。裏の式はちょっと違う。回路も違うんで、裏の式は違うんですけど、答えは一緒の答えが出てきます。見分けはつきません。なので、実機では裏でどういう計算が行われているかを確認しながら、表の結果を見て裏を類推するということをしますけど、必ずしも同じ結果だからといって、これとこれが同じだからといって
裏の数学的な意味が同じになるとは限らないというのがありますので、こういったちょっとした数学の知識も必要になりますので、今後はですね、こういった計算結果だけじゃなくて裏のシミュレーターを使ってより複雑な計算をしていくということを見てみたいと思いますので、今後もうちょっと応用になりますけど、確認をしていきたいと思います。今回はこれを最後実行してみて、例えばこれ H0Z0 測定ショッツ100で、やっぱ0と値が半々出ます。でも状態ベクトルはプラスとマイナスと、こちら側だけマイナスがつくような形になっています。裏側の仕組みはちょっと違うんですけど、出てくる答えは一緒というふうにして、こういうのを使いこなしながら量子コンピューターのアプリケーションを作っていくということを今後していきたいと思います。今回は以上です。